チャンネルなんですけれども、元清掃機器メーカーの私がいいものだったり清掃方法などご提案させていただくチャンネルとなっております。でですね、今日なんですがちょっと力が入っております。ケルヒャーのですね、新商品が2日前に発売されました。で、早速買ってきたのでご紹介をしようと思います。で、スチームクリーナーなんですよ。で、今春の新生活でまあお引っ越し完了した方も多いのかなと思うんですけれども、まあお家のお掃除でですね、すごく活躍する場面も多いと思うんですよね、スチームクリーナーって。まあ除菌だったり、まああとは油汚れ、キッチン周りの清掃だったり、まあいろいろな用途で使うことができるので、今日はですね、新しいスチームクリーナーの性能だったり、使い方だったりっていうのをちょっと中心にですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、今日ご紹介させていただくのはこの SC ミニ っていう新しいスチームクリーナーです。去年発売された高圧洗浄機の K ミニっていうのと、まあ、名前そっくりなんですけれども、まあ、名前の通り、まあ、コンパクトタイプのスチームクリーナーになってます。でですね、これ価格がめちゃくちゃ安いんですよね。多分ケルヒャーさんで今まで出たスチームクリーナーの中で一番安い価格で、まあ、買いやすい金額だと思います。ですね、予約した段階で1万1000円だったんですよね。なので、まあ、ほぼ定価で1万1000円くらいだと思うんですよ。だからすごく安いんですよ。で、これと似たモデルでですね、SC1 っていうのがあるんですけれども、それ1万5000円くらいするんですよね。なので、かなり、お買い求めやすい製品かなと思います。じゃあですね、早速開けていこうと思います。はい、じゃあですね、早速開けていこうと思います。これ楽しみな瞬間ですよね。もう新商品なので。こんな感じになってますね。で、早速本体がもうまず入ってるので出していきます。これが本体ですね。こんな感じです。はい。で、コードがついてる感じですね。はい。で、付属品が少ないみたいなんですよね。まあ、これですね。ノズルが入ってます。で、なんだろう。ああ、なるほどね。ノズルカバーが2つついているというのと、結構モコモコしてますね。なんか今までとちょっと材質違う感じがします。あとは蓋。綺麗ですね。はい、蓋が入っていて、取扱説明書です。はい。で、空っぽ。はい、すごくですね、すっきりとしたセットだなと思います。本当に初めて使う方とかもうこれぐらいシンプルでもいいんじゃないかなと思うんですよね。というのも、SC1 っていっぱいアクセサリーついてるんですけど、まあ、実際全部使ってる人いるのっていう感じなんですけど、もうこれ最低限のものだけで、その代わり価格グッと抑えてるような感じがしますので、まあいいと思います、この組み合わせは。ではですね、早速ちょっとスタンバイと、いろいろこういうとこでも使えますよっていうご提案を皆さんにさせていただこうと思います。はい、じゃあですね、早速お水入れていこうと思うのですが、その前にスペックを簡単に紹介すると、SC1 とほぼ同一スペックになります。お水が入る量が 200ml が入ります。で、3分間でお使いいただけるようになりまして、連続、6分スチームを出すことができるっていうのが、まあ、基本的なスペックになります。で、SC1 もそうなんですけど、これがすごくね、特徴的で、コードが長くてすごく便利なんですよね。これ4メーターあるんですよ。なので、結構ね、これはいいおすすめのポイントなんですよね。結構他社製品で似たようなのあるんですけど、コード短くて、結局こう、いけないみたいな感じがあるんですけど、これすごくいいです。はい。じゃあですね、早速お水を入れていこうと思います。で、これあまりこぼさないようにしてくださいね。接続部がですね、あまりですね、濡れてる状態でやると、パッキンがですね、消耗したりするので、まあ、必ず濡らさないように入れて、で、こちらですね、これ安全装置がついてる蓋になります。で、この中の温度がですね、140度ぐらいになるんですよね、温まると。で、非常に危険です。で、温まってる時はここ空回りして開かないようになりますの。ですが、まあ、危険なので基本触らないようにした方がいいですね。じゃあ早速コンセントをつけて温めていきます。で、コンセントは基本伸ばして使いましょうね。危ないので、これ、巻いてる状態で使うと、熱持って機械壊れたりとか、場合によっては火事の原因になったりすることもあるので、必ず伸ばして使ってください。はい。でですね、スイッチがどこにあるかというと、ここです。ここの部分にありまして、押すと、光ります。で、これで3分ぐらい待てば、スチームが出るようになりますので、
待ちます。あ、はい、じゃあですねこれ早速出してきますね。結構強いんですよねこのサイズなんですけど、もうしっかりとスチームが出るんですよね。で、今日ですねこの下を見ていただきたいんですけど、サッシのちょっと半分を洗っていこうと思います。でもめちゃくちゃホコリだったりサジン泥とかがついてるので、まあこれどれくらい落ちるかっていうのをちょっと試してみますね。じゃあもう早速いきます。うわすごい、もうスチーム当てただけでこんぐらい落ちてるんですけど、見てください、ピカピカになってる。まあ、こんな感じですね。で、まあ、せっかくなんでここもやっていきます。うわこれすごいね、これはすごい、うん。まあ、こんな感じでサッシにも使えますね。で他もちょっとできる場所いろいろあるのでご案内していきますね。はい、はい、じゃあですね続けてこんなとこでも使えるよっていうところで洗面台ですね。スチームクリーナーの最大の利点って水だけでですね、除菌ができるっていうところで、こういうところはやっぱりね、雑菌溜まりやすいです。で、今コロナの時期なので、余計デリケートな場所になると思うので、しっかりとですね、除菌をしていこうと思います。で、常に汚れも落ちるのでっていうところで、いきまーす。いや、すごい。で、なるべくですね、至近距離で当てないと、結局、なんですかね、熱も冷めちゃうんですよね。なので、こう、至近距離で当てるようにしましょう。はい、じゃあ拭いていきます。何気に汚れてるんですよね、よく見たら。いや、いいよ、すごくね、いいですね。で、何気にこういうとこに当ててみると除菌になるんですよね。まあ、こんな感じで、しっかりと清掃していきましょう。はい、じゃあ続けてですね、面白い使い方としては、スチームアイロンとしても使えます。で、まあ、こういうシワクチャのシャツだったりコートですよね、コートを洗濯できないんで結構匂いとかが気になると思うんですよ。焼肉とか行ったら一発ですよね。で、スチームクリーナーって消臭効果もあるんですよ。しかも水だけでできるので、スチームアイロンとしてもお使いいただけるので、まあ、こういう例えばコートとかだと、やけど気をつけてくださいね。まあこんな感じでずーっと当てていくとすごい強いとてもコンパクトなスチームクリーナーとは思えないぐらいの威力なんですけど、まあこんな感じで当てていきます。特にこういう袖口ですよね。こんな感じで当てます。じゃあ続けてですね、シャツですね。まあ洗濯機で出しっぱなしで干すとこんな感じになっちゃうと思うんですけども、まあこういうのも、まあアイロンほどにはならないとは思うんですけれども、まあ多少目立たなくするぐらいはできると思うんですね。今だいぶ伸びたの分かりますかね、ここの部分で。まあこういうところも、スチームアイロンって効果ありますね。ちょっと僕もあんまり使ったことなかったんですけど、これスチーム当てるだけでも結構シワなくなりますね。まあこんな感じで、一人暮らしの方すごくですねコンパクトでいいと思うんですよね。まあ、こういう使い方ができます。はい、じゃあですね使い終わったらなんですけれども、すごいコンパクトじゃないですか。で、やっぱキーワードは収納なんですよね。で、まあこういうちっちゃいスペースあると思うんですけれども、ここにポーンとこんな感じでですね置いたら、まあ、結構おしゃれですし全然気にならないと思うんですよ
ね。まあ、こんな感じで狭いところにですもんね、収納できるっていうのも利点かなと思います。で、今使い終わってまだ中熱いので蓋開けれません。こんな感じで空回りして開けれません。で、です多分1時間から2時間ぐらいで冷めて開けれるようになるので、必ずですね使い終わったらこれ開けて水捨ててください。これねそのままにしとくと中にですねやっぱカルキがすごくつくんですよね。で、カルキってあの水の中 の, 鉄分の成分なんですけれども、それついて結構傷めてしまうんですよね、機械を。なのでちょっと新しく買って初めて使う方は特になんですけれども、水を捨てるということと、あとちょっと別の動画でも紹介してるんですが、メンテナンスもですねこまめにやっていただいた方が機械にとってはすごくいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日は2日前に発売されたばかりのケルヒャーの、SC ミニを紹介させていただきました。性能に関してはもう十分すぎるぐらいのですねスチームの威力もあっていいと思います。で、まあ、こんな人におすすめですよと、まあ、強いて言うなら、まあ、初めてスチームクリーナー使う方、あとは、集合住宅などの、まあワンルームとか、まあ、そういったところにお住まいの方とかはすごくいいのかなと思います。逆になんですけれども、お湯1回入れると6分間しか使えないので、あんまり広いお家でがっつり掃除したい人には多分向かないです。これは SC1 も一緒なんですけれども、まあそんなところでございますね。で、あとはアクセサリーもですね、基本的にこいつのみになるので、これでこと足りるって方は OK ですけれども、例えば床をがっつりやりたいとか、あとは、まあこういう、なんかこう、ホースでピシューっとやりたいとか、まあそういう用途では使えないので、今私が紹介したぐらいの用途で使うんだったら、まあ十分です。あとはキッチンの油汚れは、まあこれでも十分対応できるかなっていう感じはしますね。まあ上のコンロとかはちょっとリーチ足んないかもしれないですよね。っていう感じです。はい。ではですね、ちょっと今、スチームクリーナー結構種類を私持っているので、ちょっと今後、これと比較するような動画もどんどん上げていこうと思いますので、ぜひご購入検討されている方はご参考にしていただければと思います。はい。ではですね、この動画参考になったなと思う方は、ぜひですね、いいね、チャンネル登録していただけるとありがたいです。はい。では、また。